赤ちゃんや子どもと接して命の大切さを学ぶ命の授業が26日西条市氷見の西条西中学校で行われ、3年生60人が子育ての大変さと楽しさを体験しました。命の授業は県が NPO 法人教育コーディネートグループシェイクに委託して実施しています。今年度は10校ほどで行う予定で、西条市では2014年度の西条北中学校、小松中学校に続いて3校目になります。生徒は36組の親子と交流しました。突然走り出したり泣き始めたりする乳幼児に悪戦苦闘しながらも、生徒はおもちゃなどを使って一生懸命あやしていました。中には膝の上で上手に寝かしつける生徒もいて、母親からは体にぴったりくっつけるといいなどとアドバイスを受けていました。大人になって、子供ができたら、お母さんだけじゃ大変なんで、自分も助けていけたらなと思います。